ご視聴ありがとうございますこれよりお送りいたします作品は山本修五郎作海少年日踊十郎ですこの作品海少年日踊十郎は1931年少年少女短会4月号から5月号に掲載されましたそれ以来 書籍などへは収録されませんでしたが令和に入ってから初めて文庫本の中に収録されました発表当時のペンネームは田原屋総八この作品には「謎解き」「活劇、過去の因縁」「仇討ち」など時代小説のさまざまな要素を詰め込んで破綻なくまとめられた作品と言われています それでは本文をどうぞ山本修五郎作海少年日踊り十郎第一章ただ大変だ天明四年の春三月の宵絶句雨もよいの生暖かい夜芝口の方から来た一人の侍が今しも 土橋の辻を曲がろうとするとたん鳥の鳴き声のような音が闇の中から聞こえてきた九段の侍は突然そこに立ち止まっておびえたように刀のつかに手をかけて身構えた鳥の鳴き声はまた聞こえた侍は息を弾ませながら闇を透かして辺りに気を配ると 二三先の暗がりにガサガサとものの動く気配がしたすわっとそっちへ侍の足が動く途端に傍らの闇から踊り出た小さな黒い影「よっ!」叫ぶとつぶてのごとく飛んで構えの崩れた侍の脇腹へ和破の強い当て身をくれた「うん息を呑んで前のめりに倒れる侍。 小さな怪しい影は狼のように侍にのしかかってその対等を抜き取った小さな影は鋭く口笛で怪しい鳥の声をまねると奪い取った刀を抱えて再び闇の中へ消えてしまったライタ胆とも何とも言えぬ仕業だこのありさまをさっきから向こうの辻に

どこから出てどこへ消えるか誰も知らないしかし江戸の町々は今「日踊り十郎」と呼ばれる「海少年」の名に震え上がっているなぜそんな小せがれのために江戸市中が怯えているか思細を話せばわかるだろう天明四年の春まだ梅の盛りの頃から 不思議な事件がたびたび江戸の辻で行われたそれは夜道を行く侍だけが襲われるので暗闇から日踊りの鳴き声を口笛で吹きながら不意に一人の怪少年が現れてすこぶる見事な不和流柔術当て身の一手で相手を倒しその帯びている刀も強奪し再び日踊りの鳴き声を 口笛にしながら消えていくのだ相手が侍であり盗む方が庶年でありしかも盗む者が武士の魂たる刀なのでこの噂はたちまち江戸中の人気を背負ったそれからさらに不思議なのはこの「海少年」は盗んだ刀を必ずそのあくる日相手に送り返すことだったそして 刀に添えていつも同じ次のような手紙が添えられてあるのだ一筆形状結構なるお差し料を拝見ありがたく存じます今後は人に盗まれぬよう大切にお扱い遊ばせ軽薄火を取り十郎を拝うーんちく誰だってこんな文句を見れば腹が立つしかし 火踊り十郎と名乗る甲斐少年はそんなことにはお構いなく何の心眼でか毎晩風のごとく江戸の辻々に現れてはこの刀盗みを繰り返すのであったさればこそ火踊りの泣き声を聞けば泣く子も黙り野良犬もほえあむと言われるくらいなのであった「火踊り十郎火踊り十郎」 今宵土橋の土で通りがかりの侍を襲いその刀を奪って立ち去ったのも実にこの大正伝の仕業だったのだだが全体何のためにこの小瀬腫れはこんな大胆なことをやっているのだろう何のために第三章岩切正宗にまつわる争い話は少しそれる。 その同じ夜野橋の辻で侍が息を吹き返している自分芝飯倉の「重原兵馬亭」でヨイゼックの主演が竹縄だった主演といっても主角合わせて三人乗客は同藩の勝頭川合十左衛門それに主重原兵馬の同輩で 衆五十国十人ぶちぼとる村上宗兵衛の三人だったならぬと申すか河合十左衛門が手記を吐きながら上役も傘に来た声で怒鳴ったなりませんこの岩切政宗の一腰は拙者家に伝わる重宝こればかりは藩公の御所望でも手放すことはなりません 村上宗兵衛もきっとして断ったそして目の前に置いてある家宝の一刀を手早く錦の袋に納めてしまったその夜ヨイゼックに招待された心ばかりの地そぼにと村上宗兵衛日頃土蔵の奥深くひぞぼする家宝岩切と名のある一刀を持ってきたのを組頭である 左衛門が一目見てよだれを流さんばかりに欲しがり酒の酔いも手伝って譲ってくれと剛壇を始めたのである「家宝と申したとて刀は使わねば役に立つまいぜひにも拙者が譲り受けよう」いやこの儀ばかりはたとえ組頭の仰せでも承わるわけにはまいりませんこれほど申してもか断じて。 へえ、頼まんよいわ河合い左衛も色をなして突っ立ち上がったそして主重原兵馬の止める袖を振り切って帰って行ってしまった困ったことだな重原は友達の身を暗示籠に村上宗兵衛を見やりながら言ったあの頑固屋のことだから。 ああ、怒っては何をしれかすか知れたものではない間違いが起こらねばいいが他のことならともかくこの岩切政宗だけは拙者として譲ることはできない村上も帰り自宅をしながら答えたまあどうにかなるだろうとにかく注意するがよい河合朗は有名な執念深い人だからまさか強奪もできまいさ <laughs> 笑って村上宗兵衛は重原邸を辞した第四章「日踊りが人を斬った」重原邸を辞した村上宗兵衛小引町にある自分の屋敷へ帰ろうと桜田町を芝口へと道を急いできた別に対してのみはしなかったがほろ酔い期限で今 土橋の土に出ようとする。「ああよく曇る空だ今夜こそ雨かな」と空を見上げる辻の角途端につつっと傍らの暗闇から忍び寄った怪妖の影、うん、冷合いぼころしてさっと突然抜き口に村上宗兵衛の背へ切りつけたうん。たたっとふた足眉へのめった宗兵衛 クセモノを叫んでようやく腰の刀を抜くクセモノは口笛でヒヨドリの鳴き声立ちなぼって構えた双兵だが肩から背かけて八寸に余る深手でもう規則延々だ、うんんヒヨドリジュかはっクセモノの刃がキラリと空にこを描く 必死の蒼兵身を沈めて横に振る届かぬくせ者は一二軒飛び下がる蒼兵が詰め寄る<ッ>踏み込んだくせ者蒼兵の真っ向へさ行くと見えて返す剣余す間がなく蒼兵の脇腹へざっくり切り込んだうっくせ者は蒼兵の弱腰ぼける朽ちた木の横に倒れる蒼兵二錦の袋に入った 岩切政宗の名刀がばったり落ちたこれかくせ者錦の袋を拾い取るともう一度ヒヨドリの声をまねて闇の中へ消えてしまった間もなく登りかかった人がびっくりして倒れている宗兵衛を抱き起こした時瀕死の声を振り絞って宗兵衛が言った「<noise> ヒヨトリジュイロウ第5章怪しい魚屋の小僧京橋八丁堀の裏長屋であるえぇクマさん聞いたかいほんでヒヨトリジュロが人を殺したって話かいそうよもう知ってるのかべらぼーめデークのクマさん知らねえかはばかんながらおろせまはな いつでもジュール商法の出来事は見通しでいらっしゃるんだい。へん。からの遠眼鏡で寒天を覗きゃしめし、見通しもすさまじいや。どうが何だぜヨドリジュロウは刀こそ盗むが、決して人を切ったり殺したりしねえっていう話だぜ。おいらもそうだと思ってた。しかし、こうなってみると、そいつも嘘だったのよな。話しているとき、ちょぼとそこへ。 魚の二歩担いで、とぼりかかった十四号の小僧。この話を耳にしたと見えて、つかつかとそばへ寄ってきた。なんだ、おじさん。そのヒュードルが人を殺したっていうのは何のことい？あやてめえ、魚屋の銀だな。てめえ、まだ知らねえのか。熊さんは自慢げに夕べ、芝土橋の辻で切られていた侍の。あった 死ぬ間際に介抱する人へ「ヒよドり十郎」と言ったことその晩同じ場所でヒよドり十郎がもう一人の侍から刀を奪うところを鍋焼きうどん屋が見ていたからその村上宗兵衛という人を斬ったのは確かにヒよドりにそういないだろうということなどを詳しく話して聞かせたどうで驚いたか驚いたよ と魚屋の小僧は怪しく光る瞳でじっと空を見つめながら首を振っていっただがヒオドリ十郎は決して人を切らねえはずだがなだからおかしなことだと話していたんだまったくだおかしなことだぜありがとうよまた魚を買ってくねそう言って魚屋の小僧は荷を担いでそこを去っていった や魚屋が行ってしまうと大工の若者2人もそこを立ちさらぼとして23歩行った時クマさんが何か見つけて立ち止まった何でそこに落ちているのはそう言われて岸さんが道の上から拾い上げたのは一通の書きつけだ「岸さんクマさん」さんと宛名が書いてあるぜこいつはオイラに起こした手紙だ。 全体誰がどこから持ってきたんだろう待て待て読んでやるから一筆形状「日踊十郎は決して人を傷つけたり殺したり捕まつらずそぼろ」「村上宗兵衛を殺害したるは必ず他に下死人あることと存じそろうゆえお命を注ぐためただいま日踊十郎が自ら活躍して」 真の下手人を探索つかまつるべく騒動啓白日踊十郎あっこりゃドリから来た手紙だああびっくりして二人の若者はその手紙を持って地震盤へ駆けつけたさていよいよヒオ日踊十郎が自ら土橋殺人事件の真相を探偵するために出動をするという果たして 日踊十郎とは何者かどんな目覚ましい活躍をするであろうか第六章日踊現る同じ朝昨夜重原邸で村上宗兵衛と争って自分の家へ帰ってきた河合十左衛門今朝その居間で目覚めてふと枕元を見た時思わず「はっ」と言って子を見張った。 どうしたのだ枕元にはいつ誰が持ってきて置いたのか見覚えのある錦の刀袋があるまさかとつぶやきながら急いで取り上げて袋の中を改めて見ると果たして昨夜重原邸で自分が村上宗兵衛に譲ってくれとせがんだ岩切政宗の一腰が入っていただがどうしてこれがここに 重門は考えたがわからんので召使いを呼んだ「なんぞ御用でござりますかこの錦の刀袋を誰が持参したか」十左門は震える声で尋ねた召使いは不審そうに見合っていたが頭を横に振って「私存じませんまだ今朝ほどはどなたもお客様は見えません」 ぜと申してんに。言いかけたが十左門は手を振って「おいおい下がってよい」と召使いを下げた「はて何としたことだろう」昨夜あんなに喧嘩腰で断った総兵衛が急に気を変えて譲る気になったとも思われぬしさればと言って「申し上げます」慌ただしく召使いの者が、 まついたにごとじゃただ藩から旧子と聞いて重罪衛門急いで支度とのえて客前へ出ると旧子の者は口早に用向きを伝えた昨夜芝土橋付近において藩士御徒組村上宗兵衛の何者かのために暗殺され宝を岩切政宗の一腰も 奪われしきもしき申します何宗兵衛が暗殺とな十左門は愕然として声を上げた急氏は夜向きを述べると早々に帰っていった「宗兵衛が殺され岩切正宗が盗まれた」と十左門は急氏の帰った後で一人真っさぼな顔をしてつぶやいたでは ではわしの枕元に置かれてあったあの岩切政宗の一腰は誰が持ってきたのだろう何のためだろう考えていた時突然乱魔からパッタリ落ちてきたものがある拾ってみると紙切れ書いた手紙で「一筆敬助母直ちに江戸をお立ちのきなさるべし村上宗兵衛遺族ども」 必ず貴殿をあらと狙うべく候。あとは私よろしく計らい申すべく候。楼啓白日踊十郎十左衛門が手紙を読み終わった途端廊下で <noise> 鋭い口笛の音がした「ほっ日踊十郎」叫んで十左衛門おっとり刀でしょぼじを開けたがもうそこには。 猫の子一匹いなかった第七章またしても魚屋の小僧ここは小敷町にある村上宗兵衛の屋敷である「こんちは、魚屋でござい」裏口からさっき八丁堀の裏長屋で見た魚屋の小僧が身を担いで勢いよく入ってきた。 魚ならもう買ったよと下女が不愛想に断るのをそんなこと言わないで買ってくんなせんよ鯛のいいのがあるんだまあは見てくんなよいらないったらいらないよ下女は見向きもせずにどなったすると魚屋の小僧は下女が洗い物に夢中になっているのを見すましてそこへ荷を置くとパッと横っ飛びに のの植え込みの中へ身を隠した。この魚屋の小僧何をするのだろうこの時この屋敷の奥座敷では亡き宗兵衛の妻佐代長男祖母助次男祖母次郎それから宗兵衛の親友重原兵馬が何かひそひそと話していた私は信じません宗助が。 膝で詰め寄りながら叫んだ。父は、日踊十郎などと申す、こせがれごとき者に、やみやみ打たれるような腰抜けではござりません。それに、と、傍らから弟の祖母次郎も言った。日踊十郎とか申す者は、決して人を傷つけぬということ。これには必ずほかに下手人のあることと存じます。どうかお話しください。昨夜 あなたのお屋敷で何かあったのではございませんか?」。こう詰め寄られて重原兵馬今は是非なく「いやかくなる上はお話もそう」。実は昨夜拙者屋敷にて組頭河合十左衛門殿が岩切政宗の一腰を所望なされた。もちろん村上氏はきっぱり断ったので河合殿は景色ばってお帰りになったのでござる。 ののり何か間違いでも起こらねばよいと存じて拙者も実は陰ながら新粒いたしておったのだがそれだと宗助は膝をすめたさてはわい目岩切政宗が欲しさに父の鬼頭を狙って父を暗殺政宗も取ったのだそして自分に疑いのかからぬようにと近頃世間にやかましい 日踊十郎の真似をしたのだそうだそれに違いない宗次郎も叫んだ行こう十左衛門に会って様子を確かめ父の仇を討たねばならぬまあ待たれい重原兵馬が流行り立つ兄弟を止めた第八将黒装束の男まあ待たれいまだ河合殿が敵と決まったわけではない まず心を落ち着けて事の実費を正さねばならぬそれには拙者によき考えが起こざるお耳を兄弟と重原が何事かひそひそと耳打ちをしていた時廊下にふっと人の動く気配がした「くせ者!」叫んで宗次郎が障子を押し開ける途端にパッと庭へ飛び降りる人影「よっ!」と叫んで宗助が投げた手裏剣 つぶてのごとく飛んでくせ者の背中へぐさりきささったかいやネズミのように身をかわしたくせ者。<ス>とひよどりの鳴き声をまねるとそのまま植え込みの中へ隠れてしまった「ひよどりだおいと叫ぶ氷馬おっとり刀で祖母助兄弟が庭へ飛び出し木戸まで来るとばったり会ったのは。 魚の荷を担いださっきの魚屋の小僧だへえー、たいにひらめやと大声で呼び立てるほら、小僧宗次郎が呼び止めた今ここを怪しい男が通らなかったかえ、なんですか変な男が息せききって裏門の方へ飛び出していきましたよあれだ、宗次郎、急げおっと叫んで兄弟は 足も宙に追っていった後に残った例の魚屋の小僧ほっと一息つくと脇の下の汗を押し拭って「ああ危なかったもう一息だった」とつぶやいた途端すぐ後ろで「小僧もっと危ないぞ」と叫ぶ声がしたひょっとして小僧が振り向くとそこには黒装束に覆面の侍が大刀を振りかむって詰め寄っていた。 と叫んでその小僧、さっと身を沈めると荷を放り出して打ち込んでくる侍の太刀の舌をつばめのように飼いくぐるとそうか貴様だったなとつぶやいた黒将族の侍はおに貴様との小僧は鋭く口ぶれを吹いたそしてやっと叫ぶと傍らの松の木へ飛びついてスルスルと真柱の枝に枝を伝わっ

第九章闇に響く日踊りの声闇の夜だ芝三内の杉林の中黒羽豚への重ねに覆面をした武士がセッの音も軽くすっと木立の中へ入ってきた「野うだ野うだ武士が低い声で呼んだ」と傍らの小村の中から黒装束の男が忍び出て はっとそこへ手をついたしこれ静かにいたせかねて申しつけておいたことしかといたしたかはっ守備よく乾いていに忍び入りうんよしそれから地獄をよれ今度はこれだあ大向きはこれにかきしたためてあるからぬからずやれわかったかはっ黒羽豚への武士は。 黒消防族の男に一通の書きつけを渡すと小判で十両をポンと投げ与えて見向きもせずに元来た方へ引き返していった十両か黒帳族の男は金を拾い集めてつぶやいたまた人を殺すのだろうだが十両と来ちゃ悪くねえぞ悪いかもしれんぞ不意に後ろで声がした として振り向く男途端に手元へ飛び込んできたモノ者「へ、えっ」と言ったが不和流の見事な当てみた。というと黒しぼ族の男は膝をついて前のめりにそこへぶったぼれた。男の気絶したのを見すましてすっと近寄ったのはまだ14、五5歳の小さな少年。しばらく男の様子もうかがっていたが「よし!」と言うと懐へ。 手を突っ込んで今黒羽豚への武士が渡した書きつけをつかみ出した「うん、暗殺状だな」とつぶやいて開いてみるとそれにはただ暗殺すべし村上宗助同じく宗次郎もと書いてあるばかりだった「そうか」と少年は書きつけを懐にねじ込むとではやつが誰だか知ればいい確か重と 一言,言ったようだが、とうなずいて杉林の中を飛び出した。そして闇をついて黒羽豚への怪しい武士の後を追った。闇は闇に続く。芝・愛宕山の下。おなり門の方から急ぎ足に来た黒羽豚への重ねに深く覆面した武士。今しも清源寺という寺の門前を行き過ぎようとする。冷えるのは。 つぶやきながらふと耳を傾けると「ふぅ」というひよどりの鳴き声がした武士は足をとどめて油断なくあたりに注意を配った何の物とどどもなく人の影もしない日の迷いかつぶやいて23歩行くとまたどこからか「ふぅ」とひよどりの鳴き声思わずぞっとした武士ひよどりだ というとう左手で刀の鯉口を切ってタダダッと二三軒駆け出したしかし風のように速くヒヨドリの声は「武士のすぐ背後から追い迫ってくるクソ」とうなった武士止まって振り向くと見る居合抜きにキラリ無言でここぞと思うあたりを横に払った。 の声は離れた。苛立った武士つつっとつけいってゆくと道端のいちおむの木を背にして黒い小さな人影が見える「名乗れ名乗れ!乗れ」「めいて剣を西岸につけたままじりじりっと詰めた」「くせ者はじっと虎のように武士を狙っていたがどう隙を見つけたか」「<laughs> 何とも言いようのない不気味な気合とともにパッとイタチの予母に武士の手元へ飛び込んだ「おっ、うん」と答えてかわす途端に振り上げて岩をもたてと切り殺す剣ツバメの予母にくぐった小さなクセモ者どう取ったか武士の右手をつかむと「はっはっ」うん、五尺八寸はあろぼと見える大ひぼの武士を肩に担いで二三軒先へ放り出した「うん」 と言って気絶する武士クセモ者はさも愉快らしく高くひよりの鳴き声をまねて倒れている武士の覆面へ手をかけた途端に物陰からバラバラと踊り出た手先取り方の人々くせ者御用だ叫んでおっとりました第十章どうやら解けた謎 この時、井倉の方へ急いでくる2人の武士があった重原兵馬の屋敷を訪ねよぼとする村上祖母助弟とと祖母次郎の2人であった兄上何かやっていますうん私合いかもしれん急ぎましょう二人は急いで近寄った見ると十四五とも見える黒装束の少年も10人に余る大勢が

父の死について問いただしき義がござる。ご女性、お許しくだされ。よろしくと同心が答えた。今まで石の予防に動かなかった日踊十郎ー。と鋭く鳴くとパッと取り方の人数の中へ飛び込んだ。パッと破れる人垣。日踊りの拳が二三度空に踊ったかと見ると、バッタバッタと三四人が不破流の当てみで。 打ち倒された。イスナ負け。土星が手先を叱した時には囲みを破った日雄鳥十郎をイチョウの幹に手をかけてスルスルとわしらのよぼに這い上がって「<laughs> と声を残したまま見えなくなった「残念!」と言って宗次郎が追っかけようとした時何かにつまずいてのめった振り返った で見ると黒羽豚への武士の倒れているのを見つけたや誰かやられている明かりを抱き起こして手先の差し出すガンダムジョボチンで見ると村上兄弟は思わず声を上げたやこれは茂原氏だこの声はイチョボの木から飛び移って傍らの武家屋敷の塀の中に忍んでいた日よどり十郎の耳にはっきり入った やっぱりそうかこれで謎は解けたと一人つぶやいた日踊十郎 <coughs> <coughs> 鋭く口笛を鳴らすとそのまま闇へ消えた第十一章「国脈は私より」明くる朝芝金杉の河合屋敷へ3人の客が訪ねてきた言うまでもなく 村上き介兄弟と付き添いとして重原兵馬昨日の朝日踊十郎から村上兄弟が貴殿も敵と思い違えているから一時江戸を立ちのくよぼにと書いた手紙をもらった時「馬鹿なあんいちここでわしが江戸を出奔すれば罪なくして自分から罪を着るようなものだ」「身潔白なれば心神に通ずだ」 そう決心して、日踊り十郎の忠告をのけ、屋敷にこもって待っていたけさ、果たして兄弟がやってきたのだ。この度は宗兵衛殿には不慮なこと。と、河合十左衛門、まず丁寧に挨拶した。いや、さようなご挨拶は後のこと。今日、私ども兄弟の推賛いたしたのは。と宗助が膝をすすめた。 父の死につき貴殿より死かと承りたきことがござる。と申すのはある方面より確かに危機知ったが貴殿父が暗殺された折奪われた岩切政宗の一腰ご所持なさる趣いかがでござる。河合十左衛門さっと顔色が変わった何事もお包みなくお話あるがよろしいかと存じます河合殿。 と傍らから重原氷馬も膝を進めた。河合は大きく頷いて「よろしい。いかにも拙者。不思議なる次第で岩切政宗を持っている。その訳をお話申そう。貴殿方に信じていただけば幸いじゃ。拙者においては神もって嘘は言わぬつもりでござる。と」と政宗の一頭が枕元に置かれてあったこと。 また日踊り十郎の手紙までそこへ並べて話した「嘘だ!」十左衛門の言葉も終わらぬうち騎馬屋な祖母次郎がわめいて立った「そんな天手に乗る我ら兄弟でないぞ岩切政宗が貴殿の手にある以上もはや問答は無益だ我々は直ちに藩の目付役へお届け申す父の敵動くまいぞ!と」と宗助も 荒々しく叫んで立ったそう思われるなら是非もないお好きになさるがよろしい投げるよぼに行って十左門は帰る三人を見送りもせず自分の居間へ立った居間へ来た十左門机の前に座るとふとそこに一通の書面の置いてあるのを見つけたはてな掘り上げてみると「ひよどり十郎より」とある。 急いで開いて読み下すと走り書きで一筆敬助簿藩よりお達しのあり次第直ちにおいでなさるべし北白はその説愛分かり申すべく騒楼お安心ありたく騒楼敬白日和十郎第十二章兵馬明日会おうぞ日和が走 ているその日の夜だ例によって黒し母族風のよぼに夜更けの町を走ってゆくどこへ行くのだネズミのよぼに風のよぼに走ってきたのは芝飯倉にある重原氷馬の屋敷である走りついた日踊り黒べえへ手をかけるとやっとわめいて一条に余る高べいをパッと踊り越えた。 披露宴ツつッと座敷へ忍び入る百に人の話し声がする披露宴に耳をつけて聞くと芝の山内であった黒しょ族の男の声である「してあの書きつけは?」と聞くのは主人兵馬だ「はあ、何分にも相手は天狗のようなやつ」「はっという間に横腹を蹴られまして深くながら気絶」 やがて我に帰りました時にはもはやあの書きつけはなくなっておりました。日踊りはこれだけ聞くとおかしさをこらえて主人の今の方へ忍んでいった。今には誰もいない。百間から漏れる塔下で見回すと床の間に刀掛けがある。つつっと忍び寄ってかけてある一刀をつかんだ。これだなとつぶやいて漏れ火の方へ来る。 とのしないようにさやをはらってじっととぼしんも見つめたとぼしんつばもと近くオウミカネスという名がはっきり読めたうんさては案の定もそうだったかヒヨドリの表には輝くばかり満足の色があふれたこれで本ももたせられるぞし百まで対談中であった主人重原兵馬ふと隣の 今で人の気配がしたので耳を澄ませた誰かいるようだいてまいりましょう男が立つ。愛の襖を開けおたんに中から踊り出た日踊り十郎はっと男に馬流の当て身をくれるとばったり相手が倒れるとたんと泣いて氷馬の目の前三尺の空をひちょの予防に広縁へ飛んでいた目にも止まらぬ早業だ えい！兵馬抜き打ちにかぶせて切るあっと後ろ飛びに庭へ降りたひよどり、カラカラと笑って「兵馬明日会うぞ」と一言庭の闇へ姿ぼ消した不思議なやつめいて兵馬は気絶している男を抱きぼこしたカツボ入れるとハっと我に返った男て天狗は 金眼を向きながら辺りを見回した第十章。現れた踊十郎。明くる日藩の目付の名をもって勝ち頭河合十左衛門は呼び出された支度を改めて出資するとすぐに表条所へ回されたそこにはもう重原兵馬付き添えとなって村上兄弟が控えていた。 右衛門が座につくと目付役が村上宗兵衛暗殺の事件を詳しく読み上げた「右の通り村上兄弟及び重原兵馬そういないかはい一切いいその通りにござります」そこで目付は河合十左衛門にどうして岩切政宗の一腰を手に入れたか。 しさを包まず申し述べよと命じた十左衛門はなりを正して宗兵衛の最後のあくる朝私の枕元に置いてあったのを私が見つけましたばかり何者か私を罪に落とさんと計りし者と存ずるが別に心当たりもなく我ながらいぶかしく存じます目付役は不憫という顔で さような申し立てが通ると思うか通るか通らぬか存ぜぬが拙者はただありのままを申し上げるばかりでござる十左衛門もきっとして答えた目付役はそんな言葉には耳もかさず「村上巨弟は父の遺恨を晴らすがよかろう」「河合十左衛門には死罪を申しつくべきところ格別の慈悲をもって 村上兄弟と陳情もの勝負を許すそう言って立ったかねて用意してあったらしく目付役が立つと入り替わりに剣士役が三人ずっと出て河合十左衛門村上兄弟、並びに付き添いとして重原兵馬広庭にて試合お許しがあったぞはっ村上兄弟は手早く下くぼして座ボ立った 可愛い十左衛門心の内で「ああ飛んだことになったそれにしてもあの日踊十郎は本当に来てくれるのであろうか今日こそは誰が罪人であるかはっきり分かると書いてよこしたが何をしているのだろう」つぶやきながら促されるままに舌窪して広庭へ出た広庭の周囲には 四五十人の警護の侍が固めていた支度が整うと剣士役が合図をした村上兄弟は刀を抜いて正面から十左門に迫った老いてはいるが河合十左衛門相伴佐弘二尺八寸という大刀を西岸に構えて兄弟に向かった河合十左衛門亡き父の恨みだ覚悟 父の仇だ覚悟とる。仇と呼ばれる覚えはないぞちまようなこれはお上からの上位試合だ肌討ちでないぞ老人はおめつ臆せず叫び返したひ怯ょな、うん若いから血気に流行る祖母次郎をイラってちっと踏み込む月十左もんさっと片手で祖母次郎へ投ぐ。 途端に誘われて切り込むそぼすけ。身をひねって体当たり飲めるそぼすけ。はっとわめきてロボ人自慢のツバメ返しぼすけの脇腹へさっ峰打ちだぼすけ、切られたと思ったから脇腹を押さえて膝をつく弟そぼじろを同じく兄が切られたと見て逆上「を、やっへえっと」と無法に切りまくってくるパッパと外して に散歩、柱になががら下がる。後ろに控えていた村上巨帽大付き添いの重原兵馬いつ抜いたか抜刀を構えて下がってくる十左衛門の背中へ回った「へい!」鋭くつけ入る祖母地殿かわして引く十左衛門虎の予墓に隙をうかがっていた重原兵馬十分に十左衛門の隙を見抜いたからつつっとよる抜刀を振りかぶった。 きっ,ったかい,いなわっとさけびざまちけむりあげてたれたのは重原兵馬だひょうてんしていちどもがふりかえるとそこにちがたなをひっさげてひとりのしょうねんがたっていた <coughs> としょうねんはひよどりのなきごえを口ぶえでふいた、はあっひよどりじゅうろうだ 広庭を固めていた敬語の侍たちはどっと喚いて詰め寄ったお待ちなさい村上討ち貝少年日踊り十郎は河井十左衛門と村上巨大の間に割って入った村上宗衛殿を討ち岩切正宗を奪った男は河井殿ではない誰だ立ち上がってきた宗介も色を変えて詰め寄った 十郎はつと倒れている重原兵馬を指さしていった重原兵馬この男だはっご犬士役の方々にもお立ち会いくだされひよどりの言葉にあきれて見守っていた剣士の人々もそばへ寄ってきたひよどり十郎は続けるそしてこの男は私にとっても親の仇だったのだ 重原兵馬とは偽り、本名は赤松義則と申す男紀州藩士で二百石取りの侍であったが酒の上から私の父曽根男城を暗殺し肥蔵の愛とをオミ兼助を奪って逃げ去ったものでござるすなわちこれが父の愛とをオミ兼助、また確かな証拠は奉行所に差し出してござる 許可の書きつけにしたためてあります。日雄鳥十郎は、そう言うと、倒れている氷馬の襟紙を掴んで引き起こし、親の敵、赤松義則、おもいしたかと胸を刺した。されど、重原氷馬が我らの父宗兵衛を暗殺したという証拠は村上兄弟が訪ねた。日雄鳥は話し出した。氷馬は、 殿さえいなくなれば自分が勝ち頭になれるのでいつか河合殿を亡き者にしようと企んでいたところで酔いックの晩政宗の人越しを譲れ譲らぬと争いの起こったのを幸い人を使って宗兵衛殿を殺し直ちに河合殿の屋敷へ忍び込み十左衛門殿が節句の酒によって眠るのも幸い今へ。 政宗を置いてこさせたのですそればかりでなく兵馬は村上ご兄弟が守備よく愛井氏を打ち果たした後でご兄弟をも暗殺しようと企んでいたのです。何拙者ら兄弟をこれをご覧なされ。日踊十郎が取り出してみせたのは先夜芝三内で奪い取った暗殺女房だった暗殺すべし村上祖母助。 同じく祖次郎よっ村上兄弟ただ目を見張るばかりだったこうして自分一人は勝ち頭となって口を拭っているつもりだったのです日踊十郎は調子を強く続けた私は曽根男女母の一子宗太郎と申します日踊十郎と名乗っていたのは敵の顔を知らぬゆえ 兼助とめのある刀左の腕に三つ星のほくろのある男とそれを目当てに探し出すため町に出ては武家の刀と左の腕を改めていたのですところが日踊十郎が人を殺したという噂が出たので一つには自分のお命を注ぐためこの事件を探索し始めたところ意外にも 自分の狙う敵を探し出すことになったのです。話を聞いて人々はほっと簡単の声を漏らすばかり。ではまさしく父・宗兵衛を討ったはこの重原兵馬でござるか村上宗助が無念祖母に唇を噛んだ。さよう。なおご不審ならば町奉行所へおいでなされ兵馬に頼まれて宗兵衛殿を暗殺した。 墓橋権蔵と申す浪人が捕らえられているはずでござりますそこで改めて村上兄弟は重原氷馬に人たちずつ恨みを晴らした一時に二組の仇ち近来珍しいことと江戸市中は日踊十郎の噂とともににぎわったそれから後江戸の市中には再び ヒヨドリの鳴き声はしなかったヒヨドリ十郎実はソネ・ソ太郎は主家キイコに召し返されてめでたくソネ家を再興したということである山本修五郎を作海少年ヒヨドリ十郎全文読み切り書室 少年少女短歌1931年4月5月号よりはいご視聴ありがとうございます。